国鉄6600形状機器関車車輪配置、4から4から2は2軸、先は2軸動輪、1軸重輪で構成されるものを指す。アメリカ式分類での相性はアトランティック。4から4から2という車輪配置は、まず更新走行が多いことや、後部のタンクを支える目的で、 重輪を必要とするタンク機関車から始まり、この形式の第一号もロンドンティルブリーサウスエンド鉄道の一型タンク機関車であった。この機関車は新規製造だが4から4から0点打機をタンク機に改造する際などにこの形式になったものも多く、例として日本国鉄のタンク式4の4の2機関車はいずれも点打式4から4から0改造車である。 一方、テンダー機関車では1888年、バルカンガイアンワークスにおいて、リーハイバレー鉄道向けに作られたものが最初だが、この重輪も後にこの形式の主流になったものとは違い、過失を支えるものではなく、大きな過失を支える目的でこの車輪配置が使われたのは1894年に、 アトランティックコーストライン鉄道に導入された機関車が始まりで、これは1893年に開発されたコロンビアと呼ばれる車輪配置の重輪のアイデアと二軸先台車を組み合わせ、長時間高速で安定して走れるようにした機関車が始まりである。基本的に平坦な場所での軽量高速用機関車で、全長の割に同輪のホイールベースが短いのでカップリングロッドが、 短く高速回転させやすかったが、勾配線では、十理人の軸重移動が大きく不利であり、四から四から0のように、貨物列車にも使える万能機ではないため、アメリカでは1九百十年以後一般向けには生産されなかった。特例として軌道が強靭で二軸でも、同輪上軸重を十分に取れる、ペンシルバニア鉄道は1九百十年以後も良、e、い6型を、新造し、 極端な例では、ミルウォーキー鉄道は、さらにそれから20年以上経った1935年から1937年にかけて、同時代の高速ディーゼル列車、ゼファーに対抗するため、高速で単編成列車を引くためのこの車軸はクでは、例外的に巨大な流線型アトランティック機関車、A1 型を新造し、1951年まで使用していた。 なお、4から4から2機関車の最後の製造は、ベルギー国鉄の12型で、こちらも流線型車体をしており、都市間の軽い高速旅客列車を引くためのものであった。ありがとうございます。